ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国の給料未払い問題についてお話ししていきたいと思います。中国経済はゼロコロナ政策や不動産バブルの崩壊、米中貿易摩擦によって深刻な状況に陥っています。そんな中、各地で様々な問題となっているのが給料の未払いや減給といったものです。多くの企業が長引く不況の中、収益を大幅に減らし、労働者に適切な賃金を支払う余裕を失いました。多くの中小企業や個人経営者は経済的圧迫により賃金の支払いを遅延、または削減せざるを得ない状況に陥っています。不動産バブルの崩壊によって、最初は建設業界や関連産業が打撃を受け、そこで働く労働者に対する未払いが増加しましたが、この不動産バブルの不況というものは同時に地方財政の隠れ負債問題も露呈し、公務員ですら給料が払われないという極めて悲惨な状況があちらこちらで起こっています。ゴミ収集を業務とする人たちの給料が払われず、業務を放棄することとなり、町中がゴミだらけと化してしまったなんて話もたくさん出てきていますし、地方財政の足しにするために警察官が違法な方法で罰金を徴収するのも日常茶飯事です。これらの問題は労働者の生活に大きな影響を与えるだけでなく、社会的不安を引き起こす原因にもなっています。各地で賃金未払いに対する抗議行動が起こり、一部では大規模なデモやストライキも発生しています。給料が払われなければ労働者は働かなくなる、それは自明の理です。逆に言えば、社会的に市民が健全な生活を送るにあたり、絶対に給料をしっかりと払い続けなければならない、そんな業界もあるわけですね。その代表的なものの一つに医療機関が挙げられます。そんな医療機関において、中国広東省で驚きの動きが出てきています。なんと法律のトップレベルの病院の職員にボーナスが払われなくなるという悲劇が起きており、集団抗議活動が勃発してしまい、医療機能が停止してしまったというんですね。公立のトップレベルの病院がこうなったわけですよ。大変驚くべき事態です。今回はこの広東省の病院で起こったボーナス未払い問題についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは、日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。今月16日、広東省の大規模公立病院、三美市人民医院にて、約100人の職員がボーナス未払いに抗議する大規模な事件が発生しました。医師や看護師たちは、院長出てこい、私たちのボーナスを返してほしい、私たちにも生活がある、などと叫び、掲げた紙には、ご飯を食べなきゃいけない、と強い訴えが書かれていました。一般的に医師や看護師は安定した職業というイメージを持たれていましたので、今回の騒動による衝撃は大きかったと言えます。事情に詳しい関係者によれば、問題はボーナスの支給にありました。8月分のボーナスが一部の3つの課にだけ支給され、それ以外の課は未払いのままという状況が続いていたということです。ちなみにこの件はまだマシな方でして、後ほどお話ししますが、もっと悲惨な病院もあります。何にせよ、ここの場合は払えないだけならまだしも、一部には払うという何とも不公平な処遇に対して、他の科の医療従事者たちの不満が募り、ついに抗議活動という形で噴出したわけです。医療現場は本来なら協力とチームワークが重要とされる場所ですが、このような不公平が分断を引き起こしている状況には大きな疑問が残りますね。この抗議は中国の SNS でも話題となり、一時的にトレンド入りを果たしました。しかし、関連する投稿はすぐに検閲の対象となり、各プラットフォームから削除されました。中国では政府や企業に対する批判的な情報が広がることがしばしば抑制されますが、
今回の件でも多くの関心が寄せられる中で、関連情報の封鎖が素早く行われたというわけです。特に注目すべきは、この病院が参考医院に格付けされるトップレベルの医療機関であり、常に多くの患者で溢れているという事実です。それにもかかわらず、なぜボーナスが支払われないほどの資金不足に至ったのか、疑問の声が上がっています。確かに現在の中国はデフレが深刻化したことで、どの業界も厳しい経営状況を強いられています。最近勢いがあると言われている中国の EV 業界すら黒字化に至っているのは BYD ぐらいです。そんな中、相変わらずお客様がそこまで減っていない業界の一つが医療業界でした。しかしそれももう限界というわけです。中国には日本のように国民が広く利用できる公的な医療保険制度が整備されていないため、病気や怪我によって経済的な打撃を受けることが少なくありません。病気が深刻になれば、それは生活そのものを揺るがす大きな危機に変わり、支払いに困って家を手放したり破産に追い込まれるケースも多々あります。現代の中国において一番支払いが高い場所と言われるのは病院の治療費であり、患者やその家族が負担しなければならない医療費が多くの人にのしかかっているのが現状です。そしてこの厳しい医療費の支払いのために、病院の受付や診療室は常に混雑していますが、それでも近年では病院自体が経営的に厳しくなり、職員へのボーナスが支給されないばかりか、基本給すらも遅延する病院が各地で頻発しているというわけですね。そんな状況下で病院側がどのようにして金欠状態に陥ったのか、経済が苦しい中国の現状ではお金がないからと治療を諦める人が増えている可能性もありますが、病院の資金不足はさらに深刻な問題を示しているかもしれません。実際10月11日には河南省新郷市にある第四人民医院でも、数人の医療従事者が病院入り口で給料支払いを求めて抗議する姿が目撃されました。職員たちは自らの生活を支える基本的な収入すら受け取れず、その一部の職員は自分も8ヶ月間も給料をもらえない、生活が本当に厳しいと打ち明けています。こうした方々は景気が良かった時に蓄えてきた大切な貯金を切り崩し、親からの仕送りや借金などで生活をしのいでいるわけです。さらに昨年12月26日には四川省遂寧市中医院でも同様に賃金の支払いを求める医療従事者たちが集団抗議を行いました。もし払ってもらえなければみんなでビルから飛び降りると、かなり強烈な抗議に出た場面もありました。医療従事者がこのような過激な手段で訴えざるを得ない状況は想像以上に深刻です。さらに昨年11月には河南省徐州市にある市府養保健院でも100人以上の職員が集まり、1年以上未払いの給料や医療保険の未払いに対して抗議しました。同様に山東省煙台にある廃科医院でも数ヶ月にわたり給料未払いの状態が続き、職員たちはこのままでは飢え死にしてしまうとまで言うほどの厳しい状況に追い込まれていました。このような中国各地での医療従事者の賃金問題は、博士革命 2.0 などさらなる全国規模の抗議運動に発展する可能性も取り沙汰されています。2022年11月に行われた博士運動は、厳格なゼロコロナ政策に対する民衆の不満が噴出し、民衆が博士を掲げて共産党は退陣せよ、習近平は退陣せよといったスローガンを叫びました。今回の問題も同様に、医療や経済を取り巻く現実に対する不満が再び大きな抗議活動として吹き出すのではないかと危惧されています。果たして中国の給料問題は解決に至るのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。